ししてください。ご迷惑にならないように頑張りますので、とにかくよろしくお願いします。
わせてよかったです。正直何か変わったかと言われるとあまり自信がないです。あ、でも気づいたことがあります。夜分すみません。私です。あなたか。びっくりした。そこじゃなんだし入って。失礼します。調子はどう？はい、もう大丈夫です。ご心配おかけしました。あなたはやっぱり強いわね。そんなこと、皆さんのおかげです。コータたちの前でもそのくらい素直でいてくれたらいいんだけど。それはあなたと一緒にロシアから来た大車先生だけど、言われて気づいた時にはもう極東支部から異動になっていたわ。その後の足取りも追ったんだけど、ロシアに戻る途中に荒神に襲われて戦死したって報告しか残ってないのよ。そんな、残念だけどやっぱり腑に落ちないわよね。朔也さん、私にも手伝わせてくれませんか。せめて何か一つでも罪滅ぼしができて。ううん、あなたにこれ以上償ってもらうことなんかない。今回の件にはきっと何か裏がある。でもそうね、あなた自身にも関わることだものね。実はね、リンドウの置き手紙が開けられなくて困ってるの。これが最後の手がかり。でもこの手紙を読むためにはリンドウの腕輪が必要みたいなの。一緒に探してくれる？はい。それにしても死んだ後までこんなに振り回されるとは思ってなかったけどね。ゴレニエモレウィペシタトゥナ。何？悲しみは海にあらず、すっかり飲み干せる。ロシアの古いことわざです。そう。ありがとう、アリサ。